その自分がやろうと思った仕事、それにもう没頭しなきゃダメです。好きにならなきゃダメです。その自分の仕事に惚れなきゃダメなんですよ。ただあれがダメ、これがダメって言ってたら一生だ。どうも寿司もシンプル、余計なことをしてない。みんな外国の三つ星のシェフを訪れて食べるんだけど、どうしてこんなシンプルなね、奥行きがある。